こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。家にあるゴミでお金を稼ぎたいです。ジャンク品でも売れるものとはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画を作るきっかけは、家で大掃除をしていて、いらない壊れている家電とかね、メルカリで実際売れるかどうかを調べてみたかったからです。では、実際に調べてみましょう。 こちらになりますね。はい。で、こちらジャンクです。で、実際にですね、まあ、こういったものはですね、メルカリで、えー、ジャンク品で売られてます。で、これはですね、あの、まあ、こちらの方で売り切れでセットしてますね。で、実際に売れてる商品なんですよ。まあ、こういったものがですね、売れてるんですね。はい。なので、あのー、まあ、例えばですね、まあ、こちらの方ですね、コントローラーとか見てみますか。はい。 ま、こういった風にですね、えー、っと、パソコン、じゃなくて PS4 ですね。はい。PS4 の、まあ、ゲームとかね、実際に売れてます。はい。まあ、他にもね、あの、いろいろありますね。はい。まあ、こういったね、えー、っと、おもちゃですね。こういった風に、いろいろありますね。G-SHOCK Junk とかね。はい。なので、実際に、あの、壊れてる家電とかね、 売ることができますので、メディカルぜひね、いらない家電がありましたらぜひあの、試して、ね、売って試してみてください。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる丸マ,マニュアルプレゼントをします。なぜ、30万円稼げるかを詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。投資際に、ニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。